イオンモール京都五条を後にしまして、次の目的地に向かいたいと思います。で、次の目的地までは阪急電車を利用しようと思っておりますので、阪急線の駅に行きたいと思います。で、こちらの交差点が京都西小路、何を言ってるんだ、五条西小路でした。こちらですね。はい、私はあまり極力信号待ちをしたくないですね。待っている時間がもったいないので、なのでこちらをまっすぐ行きたいと思います。ナビ上ですともうちょっとまっすぐ行ってですね、高架線路がありますので、そちら沿いに進むと駅があるということで、ちょっと待てないので今日はこちらから行きます。間違えないようにしないと。で、イリオンタウンというんですかね、そういうのがあります。下村クリーニングセリア、ここからファインなんかが入っております。ここからファインはイオンにも入ってましたけれども、すごいですね。ミリオンタウンでした。 M、 あれロゴになってんだ、横に。こちらは駐車場無料なんですね。バーがありません。イオンはバーがありました。ではですね、次の、交差点こちらですねを右に行きたいと思います。それ以上行ってしまうと駅を越えてしまうので、ここで絶対に曲がります。そうです、私が行きたい駅というのが今度西京極と呼ぶんでしょうか、こちらです。西小路花屋町という交差点です。鉄道が動いているものが見えてきました。もうすぐですかね。だんだんと駐車場もコインパーキングが増えてきたので、もうすぐだと思います。もうすぐのようでもうすぐじゃない、難しい。大きな通りに出てきました。で、こちらもう見えましたね。これが近鉄線、違う、阪急線、阪急京都線の高架ですね。角の王子花屋町という交差点を今渡りました。しました。西京極駅です。ですか。
文字が。駅に駅そばがあります。若葉そば、若菜そば。駅前はこんな感じですね。あー、美味しそう、美味しそう。チキンチーズカレーだそう。ん、チキンチーズカレーそば。こちらネスカフェ7時までやっているみたいです。乗ります。こっちでいいのかな。